一番はやっぱりホッとしてるっていうところが大きいです。その東北の中でもそのいろんな先輩だったりとか後輩だったりとか、それこそ同期の仲間であったりとか、その伊藤塾の校長の先生方やスタッフの方々にもそのいろいろ期待していただいたっていうところがあるので、一番はそれに応えられたのがすごく嬉しくて光栄だなっていうところがあります。私が放送を目指したきっかけは、高校2年生の出来事がきっかけなんですけれども、その企業の OB の方々の訪問をするっていう機会があったんですけれども、その中で私は法律事務所をその訪問させていただきました。その中でその弁護士の先生方の、その堂々とした姿であったりとか、その弁護士っていう仕事はすごく大変なところもあるんだけれども、そのやりがいがやっぱりすごくあるので、私は誇りを持っているっていう、その先生方のお話っていうところに非常に感銘を受けたっていうところが一番きっかけではあります。塾長がそのわざわざその東北っていう地までその足を運んでくださって、そこで伊藤塾、そして放送っていう仕事についてその熱く語っていただいたところに、私はすごくあ、この塾で勉強したいっていうところが一番強かったので、そこが決め手となっています。身近なところにその予備試験に合格した先輩だったりですとか、その伊藤塾の講師の先生がそのわざわざ仙台まで来てくれて、その講義であったりとかお話をしてくださるっていう機会が結構あったんですけれども、その中でやはりその受かってる先輩方ってかっこいいですとか、そのやっぱりこの早く受かって、その自分もいち早くその実務の世界に出てみたいっていうところが、その一番の自分の中ではモチベーション維持につながっていると思います。一番その必要なものって言われる、自分が考えているところは、そのやはり自分をその素直に認めてあげる力かなっていうふうには今すごく感じています。そのいろいろ経緯もあるんですけれども、その自分を認めてあげるためにはどうすればいいかっていうところで考えてみたときに、やはりその予備試験の論文直前のときに、あ、自分はもうここまで勉強したんだから、これで落ちてももう悔いはないっていうところまで自分は勉強できてと思っているので、なんかその自分を認めてあげるために、その圧倒的な勉強量ですとか、その折れない心、そのやり続ける力っていうのも常に伴ってその必要になってくると思うので、それがその形となっての、その自分を認めてあげる力かなっていうふうには今一番感じています。先生方やそのスタッフの方々のカウンセリングっていうところが一番大きいかなと思っています。勉強面っていうところは、その講師の先生方にも分かんないところはいっぱい聞いて教えていただくっていうところがすごかったんですけれども、そのスタッフの方々には本当に友達っていう形で、その本当にもう親身な形で、その今本当に不安なことですとか辛いなって思ってることですとか、その実はちょっと今ちょっとやる気が落ちてきているんですっていうところも、その正直に全部話せて、その上でその励ましていただいたっていうところが自分にとっては一番良かったなっていうふうには思っています。実際今合格して、そのやっとスタートラインに立ったっていうところが今強いところはあります。その中でそのまだ展望、そのなんか仰々しく言えることではないんですけれども、そのまずはその自分のことを採用していただいたその事務所のために、一日でも早くその戦力になり、その最終的にはそのより良い世界のためになんか社会貢献ができるようなその案件に携わることができたら、その自分の中ではすごくいいなっていうふうに思っているので、まずはその一日一日を大切に、なんか全力で頑張っていきたいなと思ってます。そのなんとなくその弁護士になれたらいいなですとかっていうのは、その高校時代からもずっとあったんですけど、そのやはりその伊藤塾に入塾することによって、そのぼんやりとしていた夢っていうのが、その結構やっぱ具体的に身近に感じれるようになったなっていうところがすごくあるので、その今そのなんとなく、まあ法律に興味があるなですとか、その弁護士になってみたい、検察官になってみたい、裁判官になってみたいっていう方々がもしもいらっしゃるのであれば、説明会ですとかその中でお話を聞いてみるっていうところがやっぱ一番いいんじゃないかなと思っています。その中でもしもやはりその伊藤塾でやっぱ放送になりたいっていう方々がいれば、その伊藤塾に入って勉強していれば絶対に合格できるとは思っているので、まあ、その自分の夢のために頑張っていただければと思っています。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。